超究極クエスト、ショークサカで、攻撃成功例と失敗練習。まず基本的なルールは、敵にぶつかって弱点発動、パワー、壁にぶつかって攻撃力上昇、弱点に攻撃です。え？そうなんです、複雑なんです。まずパワーアップ、壁にぶつかって弱点にぶつかって。いや全然違います。敵にぶつかります。すると弱点が発動します。その後壁にぶつかって攻撃力アップ。壁はできれば3箇所触れて、3段階、攻撃力アップします。その後弱点に攻撃するんですけど、この攻撃力アップの効果、一度攻撃すると切れてしまうので、壁に3回触れた後、最初に敵の弱点にぶつからないといけません。難しすぎない。まずは失敗例。こういう糸を狙います。が、微妙に弱点に当たらず、ダメージ出せません。当たったように見えたけど、結構判定シビアだね。成功例。このルートで攻撃します。敵にぶつかる。壁に3回触れる。弱点を攻撃。成功。これでやっとザコの履修を一体撃破。一体倒すのも大変だな。2体目。失敗例。このルートを狙います。が、最初の攻撃を外す。最初の攻撃が当たらないと、弱点発動しませんね。成功例。この位置からだと浅めに攻撃。浅めに攻撃すれば、確実に壁に3つレして攻撃力アップしてくれるので、あとは弱点に当たれば倒せます。2ステージ目。失敗例。上の騎士を3体同時に倒します。浅めに弾いて3体同時攻撃。弱点発動させて、友情で一掃したいとこですが残ってしまいました。残り蘇生してしまいます。成功例。同じように浅めに弾いて3体同時攻撃。シャドウがいると友情で一掃してくれるので楽に倒せますね。今のは友情なしで倒せてたような。次、下の履修遊。失敗例。縦に浅めに弾いて攻撃道を狙います。が、攻撃力アップはできましたがうまく履修遊に当たらず。うまくかわされたかなかなかやるな。かわしてはないです。成功例。何回か往復してればいつかは当たるので、スピードあるキャラだと成功しやすいですね。敵に当たるまでのルートは考えなくていいのか。はい、いつかは当たります。次、ステージ3。ここが一番苦戦しました。上から攻撃する場合、こういうルートを狙います。壁に3回触れて、外す。惜しい、右にずれすぎた。成功例。ボスの左端に配置されてる場合、こういうルートが楽らしいです。縦にすごく浅めに弾いて、3クレして戻ってきたところで弱点攻撃。強。さっきより右側に配置されてる場合、ボスの左の弱点を狙ってこういうルート。下、左、上の壁に3クレして弱点に戻ってきます。当たった。さらに右側に配置されてる場合、ボスの右の弱点を狙ってこういうルート。さっきと同じように下、左、上の壁に触れて弱点に戻ってきます。このステージ、配置に左右されるので、かなり成功率低かったです。ステージ4。マコ敵は友情で撃破して、ボスとの戦いに備えます。簡単そうにやってるけど何回も失敗しています。言わないでください。いよいよボスです。失敗例。まずは左上からこういうルートを狙います。が、最初の弱点発動を外す。成功例。右下に配置されてる場合、右下の弱点を狙ってこういうルート。上の壁、右下の壁に反射してうまく当たってくれます。ボスの上に配置されてる場合は、ボスの上の弱点を狙ってこういうルート。右下の壁に当たった後、上の壁に当たって、弱点に戻ってきます。いいね。ボスの右上に配置されてる場合、ボスの右下の弱点を狙ってこういうルート。ステージ3よりはまだ、クリアしやすかったように思います。ステージ5。失敗例。ボスの左側の弱点を狙って、こういうルートを狙ってますが、パワーアップは発動したものの弱点に当たりませんでした。これだけ反射複雑になると、もう、お祈りするしかない。成功例。ボスの左側の弱点はこの方向に狙います。正直ルートを完全に読めてるわけはなく、ちょっと浅めの角度で弾くように注意したくらいです。ここまで正確に読める人いるんだろうか。50の場合、2クレでもそこそこダメージ通っていたので、3クレ難しそうなら2クレ狙いでもいいのかも。まあ、2クレも狙ってできるわけではないんですけど。結局いいのかてだな。ステージ6。ザコの騎士3体、リシュリューは頑張って倒します。騎士は弱点さえ発動すれば友情通るので、3体の弱点発動を優先して狙います。最後のボス戦です。失敗例。今までと同じように、弱点を発動させて、壁に3クレ、弱点に攻撃。最後の弱点に惜しくも当たらず。惜しすぎる。ここまで惜しい時はもう当たったことにしてほしい。してほしいですね。成功例。
中央に配置した場所に対して比較的浅めに攻撃します。前側の壁に対峙して高確率で弱点に当たってくれます。シャドウ50の SS 当たると一気に削ってくれますね。まあ道中使ったり当たらなかったりで相当うまくいかないんですけど、今回ようやく成功して見事クリア。勝因は何でしょう？まあ、ルートを確実に読み切ってミスなく成功させる。んですか、そうですか。まあそうですね。増幅坂でミッションクリアです。とても貴重なワクワクミニイエルゲットしました。おめでとう。ショーク坂部ミッション、その2もあるみたいだけど。これ以上難しいのはもう無理です。以上、超究極クエストショーク坂部。成功例と失敗例まとめでした。ご指摘、アドバイスあればコメントお願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。